んたはまだ逃げ回っているのか、諦める気はないんだな、リース。そうか、ではお気に入りのフローズンヨーグルト屋とはさよなら。よせ、フランスフローグルトやめろ。フランスフローグルトだけはダメだ。だったってあそこの。新鮮なフルーツが上とか中とかあと上とかそこの方にまで。チクショもう限界だ。片側のレーザーを止めないとマジでうちが真っ二つになる。二つに分かれるんだぞ。二世帯住宅じゃあるまいし、 CEO がそんなところに住めるか。いや、Tリボール社の CEO は別か。あそこの城に引き金がついたゴミだしな。しかも爆発する。まだフランズフローグルトの件がつらい。計画はこうだ。制御室を襲ってボルトの鍵のかけらを奪ってレーザーを停止する。いや、よし、ハイタッチだ。すまん、無理だ。私たちとは違う存在だ。彼らは休日を増やすためなら君を後ろから刺すだろう。だが私なら君の胸を刺す。なぜか。親友ならそうするからだ。殺した。それはもう殺しまくった。しかしビジネスとはそういうものだ。リース、あー、ダメだリース、やめてくれリース、お願いじゃ。そのレーザー撃てるだろう。新たな座標移動、有限ターゲットを確認。ガタガタの2年級遊覧。発射シーケンス上書きせ、セキュリティー、なんとか旋回。王女セイヤ、ザナルゴ。すっきりした。いや、これすごすぎるだろ、これ。イエーイ、ざまあ見ろ片側。なんだよそんな。ちょっと企業買収の相手に個人資産を破壊されたくらいで。なあ、ああ、ちょい待ち。よし、これで取れるようになった。あった、かけらだ。リースク、リースボール。ああ、
合ったリース。ありがとう。今は少し戦死者に思いを馳せよう。安らかに眠れリースボール。ゆっくり眠ってくれ。それでボルトの鍵のかけらは2つね。サンクチュアリまで持ってきて。